消費税アップでも大好きなゴルフのペースは落ちません安倍総理大臣は先週に続いて今月2度目のプレーを楽しみました鳥インフルエンザの対応は菅官房長官らに任せて山梨県の別荘からゴルフ場を入りした安倍総理先週公明党の北川副代表とプレーしたのに続いて今日のラウンドの相手はイギリスのヒッチンズ駐日大使ですバンカーから抜け出せるでしょうか このバンカーを抜け出すのに三打叩いた安倍総理先週末に平均株価が今年最安値を更新するなどデフレからの脱却にも苦戦を強いられそうです